はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイニュースです。今日なんですけども、はい、以前から、お伝えをしてるんですけども、10月の31日に、はい、エアジョーダン1ハイ OG の、ダークモカですね、はい、が発売されるんじゃないかという話はあったんですけども、はい、それに伴って、いくつか、はい、リーク情報で、ストック数出てきてたんですけども、はい、それのまた最新のストック情報がそうです、ね、何回出てくるんだという感じなんですけども、はい、出てきているので、ちょっとそのあたりをやっていきたいなというところですね。はい、あと、他にもリーク情報ありまして、はい、同じくエアジョーダン1ハイ OG の、はい、ミッドナイトネイビーなんですけども、こちらもちょっとリーク情報の、あ、そうですね、はいはい、発売日に関するリーク情報でできておりますので、はい、ちょっとそのあたりの話をしていきたいなと思います。はい、続きまして、はい、あと堺とナイキのベイパーワッフルですね、はい、こちらもちょっと続報の方で出ているということでやっていきたいなと思います。今日は音楽情報あるんですか？ありますね。あるんですね、はいはい。このチャンネルではスニーカーや発祥に関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお忘れでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、はい、10月の、31日に発売されるんじゃないかという噂の、ダークモカですね。そうですね、はい、はい、こちらの方がねちょっと最新の、陸情報でストック数まだ出てきたよということなんですけども、はい、まあちょっと時系列で、はい、お話すると、はい、結構前ですよね。以前にもねお伝えはしてるんですけども、はい、一番最初に出てきたリーク情報ではなんとめちゃめちゃ多い18万足じゃないかと、はい、やったって感じでしたね、そのね、はい、話だったんですね。多いなっていうの、多いなってなったんですよ、はい、でまあその後、はい、どのぐらい経ってからですかね、まあちょっと しばらくしてから出てきた情報になるんですけども、はい、8万足じゃないかというリーク情報、ね、はい、これも、複数箇所から出てたんですね。それ1箇所だけですね。あ、それは1箇所だけだから、しかもねその8万で書いてるリークに関してはまだ消してないんで、あ、はい、まあ、残ってましたね、はい、はい、で今日になってまた新たなリーク情報が出てきてるということですね。はい、最新の、まあ、リークなんですけど、はい、通常の、リリースされるエアジョーダン1ハイ OG のストックの大体2倍以上になるんじゃないかっていうふうに書いてまして、はい、そしたら通常のねそのエアジョーダン1のストックがいくらなのかなっていうふうに思ってたんですけど、括弧してね一応6万足って書いてたんで、6万足が基準なんですか？そうなのかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、一応ねその、まあ、通常の時っていうのが6万足っていうふうになってたんで、はい、そうなんですね、はい、それの2倍以上だと、まあ、12万足以上なのかなっていうふうになるんですよ。という計算でいくと、まあ、18万足にちょっとまあ近いのかな。だんだん近づいてきてるのかなっていうふうに思うんですけど。はい、まあちょっと期待したいですよね。欲しいですから。そうですね。はい。以前ね、8万足って言ったんですけど、はい、それもしかしたらヨーロッパだけかもしれないっていうふうにちょっと僕は思ってるんですけどね。ああ、そういうことなんですか。はい。で、18万足っていうのも、いわゆる今回っていうのは、アダルトサイズ以外にも、はい、他の小さいサイズ出るので、はい、まあ、それが含まれて、18万足なのかなっていうちょっと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。はい。まあ、今回の最新のね、いわゆる、まあ、12万足以上じゃないかって言われてる、はい、そのトックの方にちょっと期待したいですけどね。そうですね。はい。まあ、12万足以上ならば、18万足の可能性もありますからね。まあ。そうなんですよね。はい。まあ、またこのあたりはね、続報出てきたり、はい、まあ、同じようなこと言ってるサイトとかが出てきたら、そうですね。続報としてね、お伝えしていきたいなと思います。はい、で、このダークモカの発売がですね、はい、10月31日じゃないかって言ってたんですけど、はい、これね、US のリリースが10月31日で、はい、ヨーロッパの方がですね、まあ、リークで出てきたんですけど、はい、11月の20日に延期になるんじゃないかと言われましたね。ああ、そうなんですか。はい、でですね、同じく10月31日に発売予定の、はい、エアジョーダン1ハイ OG の COJP の、はい、まあ、ミッドナイトネイビーなんですけど、はい、こちらがですね、10月31日の発売はヨーロッパで、で、アメリカの発売が11月の14日っていうのが出てましたね。そうなんですか、はい、なんかバラバラというか。でもね、確かにね、8月頃に、海外のスニーカー系サイトで、はい、ミッドナイトネイビーの発売日は11月の14日っていうとこを書いてるとかあったんですよ。なんで、まあ、アメリカとヨーロッパの、まあ、リリースの、その、なんですか、日程が違うっていう、はい、ふうな感じで今回出てきてるんですよ。はい、はい、これ何が悔しいって、アジアはっきりさせてくれてないのが辛いですけどね。そうなんですよ。アジアリリースっていうのがね、書いてくれてないんですけど、最近の傾向で言うと、はい、アジアのリリースっていうのは、ヨーロッパのリリースの日程にすごく似ているので、あ、そうなんですね。はい。なんで、もしかしたら、ダークモカに関しては、はい、11月の20日だとちょっと嫌だなって感じがしますね。あ、伸びちゃう可能性がある。はい。だいぶ先なんで、はい、そうなんですよね。はい。まあ、このあたりね、すごく気になるところでありますので、はい、また情報の方分かりましたので、はい、日程の方もこちらでお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。すぐ終わる小ネタなんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、10月17日発売の、はい、ナイキ SB ダンクのクレーターじゃないですか。あ、はいはいはい、こちらなんですけど、
シューレースの方が、はい、紺色のね、細いシューレースが使われてるんですけど、はい、これ今見てもらってる写真っていうのは、そのシューレースじゃなくて、いわゆるナイキ SB のよく見られるようなファットシューレースと言いますか、はい、それをね、勝手につけてる写真があったんですけど、はいはい、こっちの方がかっこいいなと思いましたね。あ、これは別に付属ではないみたいなですね。はい、持ってる方がですね、おそらくこっちの方がいいと思ったのかわかんないですけど、はい、まあ、シューレースを書いてるんですけど、このホワイトのシューレースに書いたら雰囲気だいぶ変わるなっていう思ったんで、ね、はい、もしね、手に入れることができれば、はい、僕は試してみたいなっていうふうに思ったっていう話なんですけど、はいはい、続きまして、リーク情報なんですけども、サカイとナイキのベイパーワッフルの、ね、そうですね、はい、来年の春夏に発売するんじゃないかって言われてました、はい、まあ、サカイとベイパーワッフルの、まあ、新色なんですけど、はい、というのもね、新色の前に今年出るんじゃないかって言われてたモデルに関してはまだリリースの、ね、情報が出てきてないんですね。出てきてないですね。はい、まあ、その前にですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、持ってる方の、ね、投稿が結構出てきてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、この、以前レイカーズカラーのようなもので発売されるんじゃないかって言ってたモデルがあったんですけど、はい、まあ、これね、2021年の堺の、まあ、新作として、紹介されてたんですけど、はい、こちらの方がですね、持ってる方の投稿がちらほら出てきたんですけど、はい、ちょっとね、この写真見てもらいたいんですけど、堺のデザイナーの安倍千歳さん自体がですね、履いてるんですよね。ああ、そうなの、ね、まあ、持ってる、そりゃそうやろっていう話なんですけど、まあ、こういった感じで、最近ちょっと見かけることが多かったんで、はい、まあ、その前にね、今年の秋冬に出るんじゃないかって言われてたモデルに関しては、全然ね、はい、話は出てきてないんで、はいはい、まあ、どうなのかって思ってるんですけど、うん、まあ、この堺と、ナイキのベイパーワッフルのコラボについてはですね、はい、秋という情報がずっと以前から出てはいるんですけども、あ、そうですね、はい、まあ、さっき紹介したものは春夏なんですけど、はいはい、まあ、その後ね、ちょっと情報の方がちょっと出てきてないという状況なんですけども、はい、まだ何かしら、そうですね、はい、情報出てきましたら、またこちらの方で動画でお伝えしていきたいなと思います。今日は音楽情報あるんですか、はい、ちょっと行ってもらいたいんですけど、はい、以前ご紹介しましたオーストラリアのサイケバンドで、はい、テイムインパラっていう新作をね、だいぶ前に紹介したんですけど、はいはいはい、で、まあ、フジロックに決まってたんですけど、フジロックがね、まあ、延期ということになって、はい、まあ、来日は叶わなかったんですけど、うん、そのテイムインパラのボーカルが、ちょっとね、こんな写真が出てるんですけど、オフホワイトのね、はい、T シャツをね、着てる写真があって、はいはい、これ確かバージルアブローが出てたと思うんですけど、はい、これね、なんでこのテイムインパラのボーカルのケミンがこれ着てるかっていうと、一応ね、はい、オフホワイトと関係がありまして、はい、このテイムインパラっていうのは昔ですね、セオヒラス・ロンドンっていうブルックリンのラッパーがいるんですけど、はい、その、ラッパーとコラボした時にですね、はい、バージュアブローがマーチャンダイズ作ったことあるんですよ。そのつながりがあって、多分、テイムインパラと、バージュアブローはまだちょっと関係が多分続いてると思うので、はいはい、こういうふうな、投稿があったと思うんですけど、はい、まあ、そんなね、テイムインパラがですね、最近ですね、FIFA21 ってあるじゃないですか、ゲームですかね、発売するんですけど、はい、そのゲームのサウンドトラックを、いくつか曲を提供してまして、それに合わせてちょっと見てもらいたいんですけど、無観客で、サッカー場でですね、ライブをしまして、はい、で何曲かね、YouTube に上がっているので、最新アルバムから1曲と、古いアルバムからエレファントっていうすごいいい曲があるんですけど、はい、その2曲を公開しているので、もし、はい、気になる方がいましたら、まだ見てもらえたと思いまして、はい、ご紹介したんですけど、概要欄に貼っときますので、はいはい、まだ気になる方は見てもらいたいですね。そうですね。はい、です。はい。冒頭の方で、ご紹介したダークモカーですね。はい、こちらの方の、まあ、発売日もね、ちょっと気になるところであるんですけども、まあ、ストック数もね、また新しい情報出てきましたら、はい、こちらの方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイグルスでした。さようなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without.